はい、どうも矢澤です。え今回は2022年11月25日で発売開始となります。ソニー α7R5 の手ブレ補正についてお話をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。 はい改めまして矢沢です。え今回はソニー α7R5 の手ブレ補正についてお話をしたいと思います。えこのカメラに関しましては昨日10月28日金曜日の夕方に動画を1本公開しておりますが、えその時にですね公開を急ぐがあまりこの手ブレ補正に関する情報を組み込むのを忘れておりました。 はい、でこのままスルーしようかなと一瞬甘えた気持ちが顔をのぞかせたんですけれども、うん、いやいやセブン r 5にとって手ブレ補正は重要だぞ、まあ思い返しましてえ追加でこの動画を収録している次第でございます、はい、ではなぜ重要なのかえポイントがい1つ目なんですけれども、えー、アルファ史上最高8段光学式5軸ボディ内手ブレ補正を搭載していると。 この点ですね、やはりアルファ史上最高8段っていうところここはまあやっぱりねスルーできないじゃないですかで,従来品がですね、5.5段、ね、から8段ってまあちょっと尋常じゃない引き上げなんですけれども、うん、まあ7:4からまあここまでね5までの間に3年空いてるっていうのもありますがそれ以上にやはりですねんキヤノンの最新機種この辺を意識しているんじゃないかなと。 いうのをまあ私としては邪推をしているわけですけれどもまあ今キャノンのね最新モデルっていずれも8なんですよねこの辺を対抗馬としてまあ意識されているんじゃないかなというふうに感じておりますで少し脇道にそれますけれどもまあ手ぶれ補正の仕組みですねまあ今回の 7R5 は光学式なんですけどもう一つデジタル式というものもありますで私が持っているカメラの中だと GoPro なんかがそれに当たるんですけれどもまあデジタル式というのはこうね撮ってる映像ありますよね うん、この映像のこの揺れてる周辺のぶれてる周りの部分を切り取るんですよ、うん、実際の撮影時にモニターに映っている映像とパソコンに取り込んでみた映像とでは画角に違いが出てくるんですよね、うん、でこれが強力になればなるほど当然ですけれども狭くなっていくわけです。はい なので現場で見たイメージと実際の映像とにまあ差異が出てくるというところで、うん、私はあんんまり好きじゃないんですよね、まあ、それに対してまあ光学式というのはセンサーそのものの揺れを防ぐという形なんですね結構物理的なんですけれどそういった違いがあります、まあ、ソニーは結構この光学式っていうところを採用しているケースが多くてハンディ感もそうですしあとは FDRX3000 シリーズですね、まあ、だいぶ更新されてないモデルなんですけれどもそれも光学式だったりするんで、まあ、GoPro とー そこは結構違うなっていうところもあったりします。まあ、余談ですけれども、でもう一つはですね、やはりま高画素機である。うん、でご存知の方も多いかと思いますけど、あの画素数が多くなるはなるほど手ブレというのはシビアになってきます。で私は普段他社製の4500万画素の機種、まあこれもこれで十分高画素なんですけど、まあそれを使っていて、私結構手ブレ補正切って使ってるんですね。 うん、でそれで十分なんですで十分な理由としてはストロボをがっつり焚いて撮っているケースが多いっていうのがあります、うん、なのでまあ、出先で自然光でまあましてや望遠レンズを使ってってなってくるとまたちょっと、えー、判断は変わってくるんですけどまあ普段はそういった環境で撮っているので手ブレ補正を切っているケースが多いですただまあ、6100万画素っていうのは私自身初体験だったんですね でその辺にもすごく興味があったので、まあ、体験会にご招待いただいた際に、えー、ボディ内手ブレ補正を切ってモデルさんを撮ってみました、うん、で特に意識しないでがっつりホールディングしちゃったりとかするとまたそれで結果が変わってくるので、まあ、スナップで気軽にパシャパシャって取るぐらいな気持ちで撮ってみたところやっぱりぶれますね。うん あのモニター、こうやってね、背面液晶で見た分には全然分からないんですけど、まあ、しっかりパソコンで大きな画面、しかも当倍にすると、明らかにぶれてる感じです。いいわゆるピントが甘いんじゃなくてもう ちょっとブレてるというのが分かったんで、まあ、やっぱり高画素機っていうのは手ブレ補正って重要だなというふうに思いましたまあこれもストロボ使ってがっつりライティングしてシャッタースピード上げていくとまた違った結果にはなってくると思うんですけど、まあ、そういったこともあったのでちょっとねその辺も参考までにという感じなんですがあともう一つこれ結構重要なんですけど手ブレ補正のボディレンズ強調制御というのも今回新たに乗っかってきていますこれれはねレンズ限られちゃうんですです全部で4本しか 対応していないんですけれどもこの4本って結構重要な4本だと思ってるんですねちょっと読み上げますけれども2405の G レンズあと7200の GM2 ですね新しい方です100400の GM であと200600の G ですね まあ2 4 0 0後はまあ標準域ですけれども7200、100、400、200、600といずれも望遠ズームですねこの辺がすべて対応してきているという感じで、まあ、これに関しては11月公開予定のレンズのソフトウェアで対応する予定なので、まあ、現時点この収録の現時点では対応していませんが予約開始かな α7R5 の予約開始と対応してくるというところでこのレンズと α7R5 を組み合わせると 恐ろしいぐらい手ブレ補正が効くんですよね、うん、で、その映像も、ね、撮ってあるのでぜひ見ていただきたいんですけれどもあの例えるのであれば、えー、私普段防振双眼鏡というものを使っていますそれで防振をスイッチを入れるか切るかそのぐらい違いがありますね <laughs> これは防振双眼鏡を持ってない人に、ね、あんま伝わらないかもしれないんですけどああすごいなっていう感じは受けました うん、でこの情報を、まあ、どうしてもお伝えしたいと思ったのはうちのチャンネル結構望遠レンズ使ってらっしゃる方が多いでしょう、うん、で私自身も普段ファッションショーで、まあ、他社製になって申し訳ないんですけど、えー、望遠レンズを駆使しています。 で今、うちの視聴者さん、まあ、そういったステージ撮影をされる方が非常に増えてきているんですよね。機材の持ち込みに関しても、サイズとか本数とか制限があるイベントもあるようですし、まあ、三脚一脚立てられたり、立てられなかったりっていうところもあったりする、まあ、立てなくてもすればそれに越したことはないんで、でソニーの望遠レンズって、いずれも軽いんですよね。うん まあここにはないですけど例えば4ニッパであるとか64とかああいった望遠端においても非常に軽い手持ちで行けてしまうっていうメリットがありますでまして今読み上げた5本なんていうのは本当に軽いんですよでこれを手持ちで撮るってなった時に先ほども申し上げたように高画素機というのは手ブレが非常にシビアになってきます、うん、いくらレンズ内手ブレ補正が効いていると言ってもねブレてくるんですけどこれを まあ今の8段のボディでさらに11月公開予定のレンズのソフトウェアで対応してきて組み合わせた時の手ブレ補正の強力さっていうのは半端ないいと思いますようん今このレンズ特に200600なんていうのはステージ撮るにはねものすごくいいんですけど当然ですけど望遠がね聞けば聞くほどやはりブレっていうのがシビアになってきますけれども私実際にまあ現場で体験してみてああこんなに滑らかになるんだって。 いなのでまあ特にステージ撮影を手持ちでされる方とか、まあ、飛行機でも鳥、ね、でもそうですけども、まあ、三脚一脚をねどこでも立てられるわけではないですし、まあ、立てたら立てたでそこに場所に縛られてしまうというねデメリットも生じてくるので手持ちでねフレキシブルに撮りたいっていう方にとって、まあ、この手ぶれ補正のレンズボディのね協調制御っていうのはね非常に大きいのかなと。 いうふうに思ったのでまあ、これねどうしてもお伝えしたくてこの動画を撮っているようなところもございますこの3つですかね非常に大きいなっていうふうに思いましたでここからはちょっと余談になってくるんですけれども昨日公開しました動画うんまあ一晩でもう1万2000再生いっちゃいましたね はい、でまあソニーさんいつもの、えー、プロモーションのやり方なんですけれども10月26日の深夜23時日本時間で23時に、まあ、全世界に向けて発表という、まあ、いつものやり方ですけれども、えー、そういう発表があった後に、まあ、いつもねソニーさんからお声がかかっているインフルエンサーの方、まあ、テスターさんって言っていいのかな分かんないですけどそういうまあ影響力のあるユーチューバーさんを中心に、えー、プロモーション事前に貸し出したレビュー動画っていうのがポーンと上がるわけですけれども。 でさらに翌日の昼間にも他社製をね使ってらっしゃる YouTuber さん中心にスペック表を読み解きながら α7R5 の、えーね、お話をされてる方がたくさんいらっしゃいましたでその日の夜に私は体験会に呼ばれてさらに翌日に公開しているので、まあ、だいぶですね後発の発信になったんですけれども、まあ、それでも一晩で1万2,000とか3,000いっているので、まあ、今回このカメラの注目とかいかに高いのかというのがお伺いしているわけですが、あのー、振り返ってみると 2022年って apsc ですよね、うん、で初めてのフルサイズ機じゃないですか間違ってなければ <laughs> すごいなっていうまあ、それも結構あるかもしれないですね APSC のカメラが別に悪いわけでは当然ないんですけどなんかね触るにしてもレビューするにしても、うん、力が入らないっていう感じもあって。 うん、本当に久しぶりのしかもかなりハイエンドなカメラだったりするので、うんまあ、注目度が高いのかなというふうに思ったりもしますけれどもであとですねこの 7R5 に限ったことではなく、まあ、ソニーで言ったら α1 とかあとはニコンで言ったら Z9 キヤノンで言ったら R3 とかあの辺の、ね、上位機種をフラッグシップ純フラッグシップっていうカメラになってくるとあの周辺の。 いろんなことにお金がかかってきますで特に今回のセブン R5 に関しては6100万画素というかなりの高画素ですよねデータ量が半端ないっていうところもあるので、まあ、パソコンが低スペックだと対応できないでしょうしまあ保存用のねストレージですよそういったものもどん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 かさんでいくっていうところもあったりするので考え方としてはカメラとレンズを買うっていう考えではなくてもうシステムを構築するっていう考え方の方がいいと思います。 上位機種を使うようになるとその辺までまあマクロ的に見ていかないとすぐに破綻しちゃいますよ、うん、なので思っている以上にもう100万ぐらい上乗ってくるっていうぐらいの感覚で捉えていないと難しいです。はい、で特にソニーはそうなんですけれども、うん、この機種だったらこのレンズじゃないと,とかこのメモリーカードじゃないと対応しませんよっていうのがちょこちょこあるんですね。 なので上位機種ボディを一生懸命お金を貯めて買ったけどレンズまでお金が回りませんメモリーカードも SD しか使えませんってなってくるとやりたいこともやれなくなってくるんですよね。うん、だかららそこら辺までしっかかり視野にに入入れれたた上で、まあ、購入をご判断された方がいいいいなという,ふうに思います、はい、でもう一つあのこれも余談なんですけれどもソニー機に関してはグレードは1つしか存在しません。 うん、これは広報の方から直接聞いているんで間違いない情報なんですけども、まあ、ホームページを見れば一目瞭然なんですけどアルファ1がトップに鎮座していますけれどもそれ以外の9を含めた7の系列これも全て同列なんですよもちろん価格には差がありますよアルファ 7C と9とではまあ価格なんがガンとね倍以上違ってきたりもしますけれども、まあ、こういったものはいわゆる特性が違うという認識らしいです。 ここっちとこっちちとの、ね、カメラどっちが上なんですかという質問をされる方も多いらしいんですけれども、まあ、7系列、9系列、この辺は特性の違いによって価格が違うだけであって、グレードの差ではないというふうなソニーの見解でございました。はいまあ、それもちょっとと加えておきたいと思います まあそんな感じで今回はソニー α7R5 の手ブレ補正、まあ、1日遅れで発信させていただきました、まあ、今回のこの動画が参考になったという方は高評価ボタンをチャンネル登録はまだの方はこの機会に登録していただけますと嬉しいのと私ツイッターインスタの方もやっております、まあ、そちらの方は即時性重視でいろいろ情報を発信しておりますのでそちらの発信とあとですねサブチャンネルでお気楽なお話もよくしておりますのでそちらの方も登録していただけますとさらに嬉しいです以上、ヨザでした